ファイサル2世、ビンガージーは、イラク最後の国王、アラブ連邦元首。年少時のファイサル2世アラブ連邦結成の条約調印式に臨むファイサル2世と、ヨルダン国王フセイン1世、第2代イラク国王、ガージーと、最後のヒジャーズ国王、アリー・イブン・フサインの娘である、オーヒア・アリアの息子として、バグダードで生まれた。最初で最後のイラク生まれの国王である。 1939年、不王が交通事故死したことにより、わずか3歳でイラク国王に即位する。洋君の即位に伴い、ガージー国王のいとこで、ファイサルの母の兄弟、すなわちファイサルにとってはおじいにあたる26歳のアブドゥルイラーフが、摂政となる。摂政ら新英派と、数字国に期待する、新独派との対立が起こり、百四十一年には、 ラシット・アリアイコールガイラに率いる、新独派によるクーデターが起こったが、即座に上陸したイギリス軍により、クーデター政権は敗北し、再び、イギリスがイラクを占領した。ファイサルは、ハトコにあたるヨルダン国王不正に一世と共にとえ、ハロー校に学んだ。1953年5月2日、青年に達した、ファイサル二世は、ヨルダンの不正に一世即位と同時に申請を、 開始した。しかし本人は政治に無関心であり、形式上原主としての全権を獲得したにも、かかわらず、摂政から王夫としおじとなった、アブドゥルイラーフに実権を委任したままだった。このために、イラクの政治は、王夫としおじと、祖父ファイサル一世以来の重心で、反共独裁政策を取るヌーリーアイコールサイードが、主導することとなる。 1958年2月1日、イラクの隣国シリアとナーセル率いるエジプトが連合してアラブ連合共和国が成立する。これによってナセルの脅威が間近に迫ることになった2つのハーシム王国がアラブ連合に類似したブロックを設立することによってアラブ連合共和国に対抗しようという構想が現実化する。 シリア・エジプトのアラブ連合共和国成立のちょうど2週間後に、当たる2月14日に、イラクとヨルダンの両国で、アラブ連邦を形成することに合意した。イラク・ヨルダンのアラブ同盟の名手には、ファイサル2世が収まることになる。ところが、この連合はわずか5ヶ月で終焉を迎えた。この年の夏、アラブ連合の脅威に直面するヨルダンからの要請で、イラク軍部隊を、 ヨルダン国境に向かわせることになったイラクの自由商工団を率いるカーシム順将はこれをクーデターを行う好期と捉えた。クーデター部隊はバグダードを占領し7月14日に共和国成立を宣言した。ファイサル2世と家族オーフトシオジアブドルイラーフを含む多くの王族たちは占拠された宮殿から票に現れたその場でクーデター部隊により銃殺された。 最初、サイードの遺体は墓地に埋葬されたが、ボートによって遺体が掘り起こされ、引きずられた上に、市営バスに繰り返し引かれ、晒し物にされた。この、7月14日革命と呼ばれる、軍事クーデターにより、イラク王政は崩壊することになる。なお、一部の王族はサウジアラビア大使館に逃げ込み、無事であった。そのうちの一人、アブドゥルイラーフと同じヒジャーズ王室けで、 ファイサルニセイのいとこ、シャリーフアリーイブンアルフセインは、現在のイラク多い請求者であることを主張している。ありがとうございます。